めっちゃ綺麗に縫い合わせてあるわ。そして剥がれねえ。すごいわこれ。よくしょ。こんにちは。天幕デザインのサーカス TC デラックス。これにですね、フロントフラップというものが売られているんですが、この2つを購入すれば、右の写真のように設営をすることができるんですけども、この状態では別々のパーツをそれぞれくっつけているだけ、別々に設営しているだけということで、この両サイドのところが特に固定や接合されていないので、くっついているわけじゃないんですね。なんで中を覗こうと思えば、手でパカッと開ければ中を覗けますし、強い風が吹けばそこから風が出ていくなんてことがあり得るので、この2つのパーツをマジックテープでくっつけれるように縫い合わせてくれるフロントフラップコネクトサービスというものが2021年7月の1日から受付を開始いたしました。今現在ホームページを確認すればですね、かなりの待ちがあるようで、2ヶ月先までの予定が埋まっておりますということで、かなり時間がかかるようですね。しかしながら私ラッキーなことに7月の初めの週にですね、もう速攻帰ってきました。なんでこれをね、今日は広げて見ていこうかなと思います。これからコネクトサービスに出してみようかなって思う方はぜひとも参考にしてください。決して安いものではないのでね、少しでもこれで役に立てればと思います。料金は12,000円税込み、返送分の送料も含んでこの値段です。コネクトサービスに出す時のこちらから送る時の送料は元払いでこちらで持たなければなりません。もし着払いで送ってしまった場合は12,000円に加算されて返ってくるみたいですね。このページのリンクを概要欄に貼っておりますので、詳しいことはそちらで確認してください。では返ってきたものをね、見てみましょう。今手に持っているこのパーツがフロントフラップ側の一番てっぺんの部分ですね。ちょうど三角形の頂点にあたる部分です。このフロントフラップ側のマジックテープはメスのマジックテープが縫い合わされてますね。9センチの幅があってかなりがっちりと留められている印象です。上から下まで順番に見ていってるんですが、めちゃくちゃ綺麗に縫い合わさってますね。パーツが左右対称なので少しでもズレがあったらわかるかなと思って見てるんですが、ものすごく綺麗に左右対称縫い合わさっていて、少しのズレもないという感じですね。シワもなく綺麗に縫い合わされてます。マジックテープが長方形の形をしていて、フロントフラップが三角形なので、両端はね、四角ではなくちょっと斜めに切っていて欲しかったかなというのが正直な感想ですね。続いてサーカスTC デラックス本体側を見ていきましょう。本体側はオスのマジックテープが縫い合わさっていて、その表面に頬でメスのマジックテープが貼り合わされてますね。こちら貼っておかないとゴミとかホコリがくっつくんでしょうね。なんでこれを貼ってると思います。それでね、少し剥がしやすいように長めに貼ってくれてます。なんで接合の時に剥がしやすく、つまみやすくなってますね。これは両サイド一緒ですね。まあこの長さ、余りの長さっていうのはまあバラバラでざっくりと切っている感じでしょうね。こちらも端っこは三角形なんですが、マジックテープは長方形なので隅っこが少し余るかなっていうのは気になりますね。まあ両側貼ったり剥がしたりするんで、結構ガッチリと留めていなければならないんですが、めちゃくちゃ綺麗に縫い合わさってますよ。端からね、ちょうど5ミリほどでしょうか、寸分の狂いもなくまっすぐに縫い合わされてます。そして本体側、表面見える方ですね。ここはね、結構外から見えるので表面どうかなと思ったら、こちらもね、シワなく綺麗に縫い合わさってます。なんでこの部分はね、外から結構見えるのでね、シワが目立つかなと思ってたんですが、これだったらあまり目立たなさそうですね。糸の色も全くサーカス TC のこちらソルムバージョンなんですが、同じ色で目立たず綺麗です。マジックテープも全く同じ色で、元からついていたかのような感じで、めちゃくちゃ綺麗に馴染んでますね。これ一番下の部分なんですが、多めに貼られているマジックテープがめちゃくちゃ長さ余ってます。まあこれはね、切れば済むんで多めに貼ってても問題ないんですが、いくらなんでも長すぎだろうってちょっと思いますね。かなりの長さ切らなければならないですね。フロントフラップなしで使うときはね、地面に擦りそうなぐらい長いです。こっちはちょうどいいぐらいの余り具合ですね。まあ剥がした後調整すればいいんですが、あまりにも綺麗に縫い合わされているので、少しでもアラを探してやろうと思って全部の面見てるんですが、めっちゃ綺麗。さすが職人技という感じですね。どこもシワなく綺麗に縫い合わさってます。端っこの処理ももう綺麗ですね。糸の色もバッチリあって、全く違和感なく縫い合わされてますね。シワなくめちゃくちゃ綺麗に縫い合わされてますわ。そしてこれね、一箇所ペグダウンのゴムが縫い合わされている、生地が分厚くなっている部分があるんですけども、この部分も全て違和感なくちゃんと縫い合わされてますね。少し分厚くなっているのでどうかなと思ったんですが、ちゃんと縫い合わさっていて綺麗に処理されてます。であとね、端っこから端っこまで見てるんですけども、スカートを少しも巻き込むことなく綺麗に縫い合わされているので、もうこれ完璧じゃないですか。全くもってね、違和感なく、まあ少し外から見たらその部分が分厚くなっているので何かが入っているなという違和感はあるんですが、まあね、気になる部分ではないと思います。そしてね、これをつけることによってフロントフラップとの隙間を塞げて、虫の侵入が防げたり、風が出ていくのを防げたり、まあ外からの視線を防げたりとね、まあこれをつけることによってテントとフラップを完全に接続することができる、メリットだらけじゃねえかって思うんですが、実際に使ってみなければわからないということで設営をしていきます。これね、変装
されてきたまんま今開けたんですが、めちゃくちゃ綺麗に畳まれてますね。本体、そしてフラップ。では設営していきます。今日はね、ここでキャンプをするわけでないので、実際どんなものか広げて見てみようかなっていうだけで設営してます。なのであまりね綺麗に貼ってないので、それはご了承ください。今日ね使ってるグランドシートはアイビームドのグランドシート、五角形グランドシートを使ってます。本体と全く同じ大きさなので、ペグダウンがかなり楽になります。概要欄にねそちらの動画もリンクを貼っておりますので、よければご覧ください。とりあえずはサーカス TC デラックス、この状態で設営が完了しました。フロントフラップを使わない時ですね、この時内側から見ればどのような感じなのか、フロントフラップ接合用のマジックテープが内側に張り巡らされているのが見えます。結構ガッチリと目立ちますよね。バッチリテープ貼ってるなという感じで、両方に何か違和感があるのは少ししますね。まあ、同じ色で貼り付けてもらっているのでそこまでは目立たないんですが、これ違う色を指定して貼った場合結構目立つんではないでしょうか。そして上側の保護用のテープですね、つまみやすいようにこういう風になってます。ここをつまんで剥がすみたいですが、やはりねつまみやすいように少し余りの部分があるので、まあ、ここを切って少し調整すれば問題なく使えそうですよね。サーカス TC デラックス本体側にはオス側のマジックテープが縫い付けてあるんですが、フロントフラップ側がメス側です。これ逆に付けてくれた方が僕的には少しありがたい気がしますね。それはなぜならば、サーカス TC デラックスは単体で使用することがあるんですが、その時にこの入り口側にね保護テープといいますか、マジックテープが2枚貼っついてるのが結構ゴワゴワして邪魔になるんですよね。なんでメス側のマジックテープだけ貼っていてくれたら、柔らかくてそこまで目立たなかったので良かったかもしれません。設営が終わりました。現段階ではまだマジックテープを貼り付けておりません。なのでこのように手で開ければ簡単に中を見れてしまうんですね。まあ、風通りがいいのはいいんですが、中の暖気が逃げたりとか虫が入ってきたり、そういうデメリットがあるので、これを貼り付けることによってその隙間がなくなる。これがテント内から見たところです。こうやって簡単に手で開けてしまうことができます。そして肝心のコネクト方法なんですが、内側外側どちらからでも結構です。綺麗にこちら接合部分を合わせて、ゆっくりこの保護シートっていうのはそれを引き抜いていってください。そして徐々に徐々にこちらをくっつけていけばコネクト完了です。すべていっぺんに剥がしてからね、すべてくっつけるというのはかなり難しいので、ゆっくりすることによってズレを大幅に防ぐことができます。これね結構難しいかなと思ったんですが、サーカス TC デラックスとフロントフラップ、この接合部分をしっかり握って間を引き抜く、これだけでねズレはほとんどありません。9センチの接合部分もほぼほぼぴったりくっついていて、めちゃくちゃ頑丈に接合される感じがしますね。貼り合わせが終わりました。一旦外に出ました。ここが貼り合わせ部分です。丈夫で手で持ってもなかなか開かないですよ。さすがに9センチのマジックテープめっちゃ硬いわ。これすごい。ちょっとやそっとの風では開く感じがしませんね。全体的に貼り合わせたところを見てるんですが、結構っていうかかなり綺麗にくっついてますよね。これも元からくっついてたんじゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ綺麗にくっついてます。もう縫ってあるかのようにぴったりくっついていて、剥がれる気配すらありません。遠目から見ても全く違和感なくくっついていて、純正でこれも縫い合わせてあるかのようにくっついています。上から下まで確認をしていますが、隙間がね1ミリたりともありません。虫が入るどころか風がね全く行き来する気配すらありません。すげえな。これはかなりぴったりくっついてますよ。下から上まで眺めてみても、どこを取ってもズレもなくぴったりくっついているので、これはね1万2000円出してもまあいいかなという仕上がりですね。続いて撤収方法なんですが、内側からこれはバリバリと剥がしていくだけの簡単撤収ですね。下から剥がせば特に力もそこまでいりません。横方向から剥がそうと思えばかなり力いりますが、このように縦に剥がしていく分にはほとんど力を入れずに剥がすことができます。このフロントフラップコネクトサービス、なんでチャックじゃねえんだよって思ったんですが、まあねこれだけしっかりくっついていたら、まあチャックじゃなくてもいいかなというところはありますね。そしてマジックテープ剥がし終わった後に、この本体側に保護用のマジックテープを貼り付ける作業、これが結構地味でめんどくせえわ。これもねずれたら最後までずれてしまうし、貼らなかったら貼らなかったですごいゴミとか草がくっつくんだろうなと思いながら貼ってます。この地味な作業のことを考えたら、やっぱりファスナーチャックつけていただいた方がありがたいかなと思いますね。ようやく貼り終わりました。やっぱりね貼り終わったんですが、少し多めに保護テープがくっつけられているので、この部分はどうしても終わりと始めに少し余りが出ます。これはねぴったり調整した方が良さそうな感じがしますね。上と下で少しずつ余るので、下で余らしてしまうと地面に引きずるし、上で余らしてしまうとちょっと違和感がある余り具合になりますし、
まあこんな感じで全て貼り終わりました。サーカス TC デラックスのみで設営した場合、内側から見れば少し不格好さはありますが、まあね、そんなに気にもならない感じはありますね。あとはサーカス TC デラックスのこのマジックテープの保護テープの長ささえ調整してやれば全く問題なく使えそうです。長らくのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。